ではまずビフォアのについてなんですけれども、はい、ちょっと伸びてたボブ肩スレスレぐらいですかね。カラーの方がですねブリーチ前回されてたので根元もちょっと伸びてた状態でした。ではそこからどのようなカラーをされたか教えてください。ですね、今回はブリーチのカラーではなくて通常のカラーでリタッチをして11レベルのシナモンピンクで、仕上がってます。結構ベージュにされるお客様が多いとは思うんですけど、ちょっとこう遊び心だったりとかなんかマンネリを打破するようなカラーリングかなと思います。カットお願いします。カットの方が顎下3センチのボブスタイルで、表面にちょっとレイヤーを入れてます。で今回顔周りの内側の一線を少しこうグラデーションでカットをしてて、タイトなボブスタイルの中にちょっと顔周りを柔らかく見せるようなカットですかね。スタイリングお願いします。スタイリングはですね、26mm のアイロンで毛先のみちょっと外に跳ねさせて、でカットを内側の一線だけ切り込んだのでその辺も、26mm のアイロンでリバースにしてあげると可愛いかなと。仕上げのスタイリング剤は、グロスオイル、根元から中間毛先に上からなじませてあげるだけで結構多めにつけていただいて大丈夫です。最初からやっぱり多めにつけちゃうとつけムラだったりとか、取り返しがつかなくなっちゃうので、最終的には多めっていう感じで2プッシュ2プッシュとか徐々に足していってあげた方がいいかなと。切りっぱなしのボブスタイルに飽きた方は今回ちょっと顔周りに動きをつけることで少しアクセントは加えてるので、その辺でファッションと同時に楽しめたりとか、フェミニンに寄っちゃってもいいですし、カジュアルにも寄っちゃってもキュートでもいけるスタイルかなと、ありがとうございました。